エミール・ハイン・リヒディ・ボア・レーモン11月7日から1896年12月26日は19世紀のドイツの医師、生理学者。エミールが名前、デュ・ボア・レーモンが生である。動物筋肉中での活動電位の研究を行い、電気生理学の基礎を築いた人物の一人、ベルリン大学生理学教室教授。科学的研究と並び、生涯最後の20年間は科学士。 芸術、哲学などの広く一般の問題についても論じた。彼が行った、そうした、議論の中でも最もよく知られているのは、人間が持ち得る、世界認識の限界についての議論である。ベルリンで生まれる。父親のフェリックス・アンリ・デュ・ボア・レーモンは、スイスヌーシャテル州出身で、スイスで、時計職人をしていたが、1804年に、ベルリンに移動し、しばらく後に、公務員となり、 役所に勤めた。母のミヌエット・アンリは、かつて、フランスを追われたユグノーの末裔。レーモンには、兄弟二人、姉妹四人がいる。数学者として、有名なパウル・デュ・ボア・レーモンは弟。家庭ではドイツ語とともに、フランス語も多く話されていた。ベルリンにある、フランス語ギムナジウムで教育を受ける。19歳でギムナジウムを終え、ボンの大学に進む。当初は、 これといった死亡分野がなく、様々な分野の講義を手広く受講していた。その後、ベルリン大学の生理学者、ヨハネス・ミュラーの下で助手をしていた、エズアルト・ハルマンと知り合い、医学の道に進むことを決める。ハルマンの仲介で、ミュラーと知り合い、1840年に、ミュラーの助手となる。1843年に学位を得、1846年、 ベルリン大学に渡し、講師として就職。1858年、死であるミューラーが死去。ミューラーのベルリン大学でのポストが、解剖学教室と生理学教室の二つに分離される。解剖学教室が、KB ライヒャルと1883年に、生理学教室がレーモンに引き継がれる。レーモンは終身このベルリン大学生理学教室、教授のポストにいた。 1867年から1870年と1882年から1883年の二度に渡ってベルリン大学総長を務める。1847年から1878年の間、自身が創設メンバーの一人であったベルリン物理学会の会長を務めた。1892年、ヘルムホルツメダル受賞。1896年に、 血管甲変症により、ベルリンで没。死、ミュラーの助手として、動物の筋肉中での電気現象の研究を始めた。筋肉の活動に伴う電気的現象を研究、電気生理学を科学の一分野として確立する基礎を築いた。1850年、カルバノメーターを研究に採用、また電磁誘導を用いた刺激実験も行った。レーモンは、 自然認識の限界について及び宇宙の七つの謎において人間が持つ自然認識の限界、簡単に言えば人間が持ち得る科学的な知識の限界について論じた。レーモンの立場は我々は知らない、そして永遠に知ることはないだろうという標語に縮約される。科学者は多くの問題について我々は知らないということ。 つまり現時点において未解明の問題があることを認める。しかしどんな未解決の問題もいつかは解決される日が来るだろうと多くの科学者は密かな期待を持つ。この点についてレーモンはある種の問題に関しては我々がその答えを知る日は永遠に来ないであろうということを主張した。ありがとうございます。